チャンギ空港スカイトレインはシンガポールにあるチャンギ国際空港のターミナル1、ターミナル2及びターミナル3を連絡する自動案内機常式旅客輸送システムである。1990年に開業しアジアで最初の自動ガイドシステムとなった。スカイトレインの運行時間は5時2時30分であり、かつ1から2分間隔で運行されている。スカイトレインの利用料金は無料であり、 ターミナル内の移動は約90秒かかる。スカイトレインの全駅がプラットホームスクリーンド対応となっており、空調付きで次の列車の到着時間を示すプラズマディスプレイが設置されている。2002年2月8日にマスラピットトランジットのチャンギエアポート駅が開業し、スカイトレインは MRT 駅入り口に位置するターミナルに及びターミナル3とターミナル1に連絡している。 当初、アドトランツ C-100 のスカイトレイン車両で構成されており、ウェスティングハウスエレクトリック及びアドトランツが共同開発した。2002年に空港拡張に伴うターミナル3開業計画と利用客の増加に対応するために1億3500万シンガポールドルをかけて三菱重工業製クリスタルムーバーベースの新システム事業を開始した。 以前のアドトランツ C-100 の車両は1編成に2両目がなく走行していた。そして各駅の最初の2つのプラットフォームスクリーンドアは緊急目的のためである。1990年代にチャンギ空港スカイトレインで運行されていたアドトランツ C-100 第3機乗方式のレールは以前はトラックの中央にあったがサイドに移設された。二千六年三月に ターミナル1及びターミナル2件の新システムが開業し、ターミナル3開業までの間に2007年11月にターミナル3へ連絡した。2015年2月24日より旅客ターミナル拡張工事のため、B 駅 E 駅間のスカイトレインが長期運休となった。再開は2018年の予定。システムの将来の拡大を計画している。 これらは、海駅からターミナル2の南部方面を扱う延長、約500メートルの谷津、レーンシャトル2駅と、将来のターミナル4を扱う延長約1400メートルの20、レーンシャトル4駅を含む。ありがとうございます。